お疲れ様ですということで、今日はネットニュースを見てものすごい記事が ありましたので、それについてなんですけど、いつもだったらですね、スクロールをして、ネットニュースですね、見ることってないんですけど、なんか今日はたまたまスクロールしちゃったんですよね。でバーッとスクロールしたら、この記事が出てきまして、このすごいですね、この杉本さん81歳男性ということで、ベストボディジャパン、という大会で60歳以上の部で、見事5位ということで、60歳以上なんですけれども、80代はこの杉本さんお一人の出場だったということで、すごいですよこれもうなんかすごいっていう言い方もなんかちょっと語彙力なさすぎるんですけど、でこの大会に出られた理由がですね、理由というかそのトレーナーの方に勧められたということで、その意気込みとしてはその同年代の方に、なんか勇気を与えたいみたいなことも書かれてましたけれども、その同年代の方よりもですね、もう私もそれよりも全然、遠く及ばないんですけど、十分にこう勇気と希望っていうのはもうもらいましたし、もうご自身が考えられてる以上に、想像以上にですね、皆さんにこう影響を与えられたんじゃないかなというふうに思います。で、まあどれくらいの期間されてたかなということで、この記事から計算したんですけど、67歳の時にこう胃がんを、患われたということで、でトレーニングは68歳ということで、今81歳ということですので、13年ですね、13年でこの体を、作られたということで、まあ、やっぱりこれもう1年2年とか、まあ、そういったレベルじゃないなっていうのは、その筋トレに関してですね、改めて、思いました。まあ、でも13年かと、まあ、長くちょっと感じるかと思うんですけど、まあ、ご本人はどう思われてるかちょっと分かりませんけれども、で、まあ、コメントにもありましたけど、まあ、ある先生が150歳まで人間は生きられるということで、まあ、そう言っている方、お医者さんも、いらっしゃると。で、まあ、かたやこの同じ先生でもですね、100歳以上生きれる時点でもうそれは超人だと、選ばれち人なんだということを言われている方も、いらっしゃいますし、まあでも共通するところ、まあ、先生同士の共通認識としては、やっぱり100歳以上は理論上では生きられるかもしれませんけれども、まあ、そこに到達するためというか、実際にそれを、そういったこう体現するっていうんですかね、をするのはまたこう別問題と、理論上と、まあ、現実問題は全く違うというのは、まあ、共通の認識なのかなと思いますし、まあ、でもこの筋肉はその高齢になっても、20代とか30代の方、だけのこうものではないということはこう前から言われてましたけれども、まあ、本当にそれを体現された方だなと思いました。で、私てっきりですね、そのお医者さんですとか、そういった医療関係の方かなとちょっと思ってたんですよね。まあ、もしくはその、まあ、80代ということですけど、まあ、それより、もう、まあ、20年も30年も前からですね、トレーニングをされた結果なのかなと思ってこう記事を読み進めていたんですけど、そうではなくて、まあ、そこにもこう2度驚きっていうのがありました。で、まあ、この記事本当にもうなんていうのかな、詳しく、この杉本さんの、その今までの人生っていうところで別に深く触れられていないんですけど、まあ、もしかしたら、スポーツ歴ですとかね、あとは食生活ですとか、もしかしたら一般の方とは違うそういった気遣いっていうのもされてたのかもしれませんし、まあ、それはちょっとわからないですけど、
あ、でもちょっとまたさらに深く知りたくなりましたね。いや、それにしてもすごいですね。まあ、私もマイナス5キロ、あと5キロ減量とか言っている、ちょっと自分にちょっと恥ずかしさも感じるんですけども、まあ私は私でできる範囲ですね、食事と睡眠と、あとは適度な筋トレといいますか、体を動かす運動っていうのはやっていきたいなというふうに思います。はい、ということで以上。